今回は満足プレートふっくらご飯と豚肉生姜焼き発売元は日水こちらの商品コシヒカリ使用か釜炊きご飯と豚肉生姜焼き揚げ夏の味噌あんレンコンのきんぴらが入っております電子レンジでの調理時間の目安は500ワットで約6分30秒600ワットで約5分30秒となっております電子レンジで温める前に点線のところまで開けておきますこんな感じそれでは準備ができたので電子レンジへ 今回は500ワットで6分30秒加熱しました。それでは開けていきます。で、出来上がりー。それではいただきます。生姜焼きのいい香りがしてます。これはうまい。スプーンに持ち替えてどんどん食べていきます。揚げなすの味噌んときんぴら、こちらもとても美味しかったです。一気に食べちゃいました。ごちそうさまです。ということで今回はふっくらご飯と豚肉生姜焼きをご紹介しました。濃いめの味付けでご飯が進みます。気になった方はお試しください。